こんにちは、はすみです。本日は人とは違った写真が撮れる撮影テクニック、あと後半ではその撮影に利用した懐中電灯の紹介を行っていきたいと思います。今回の動画に関しましては結構マニアックな内容となっておりますので、興味がない方にとってはスルーしていただいて、興味がある方に関しましては最後までぜひご覧ください。それではまず写真の解説になるのですが、今回のような写真を撮るにはマニュアル撮影ができるカメラが必要となります。一眼レフカメラやちょっと高めのコンデジ、シャッタースピードと絞り、 ISO 感度が調節できるカメラが必要となります。いきなりハードルが高くて申し訳ないのですが、マニュアル撮影アプリを利用すれば、スマホでも撮れる可能性はありますが、私のスマホではちょっと撮影ができませんでした。あとカメラを固定するために三脚が必要となります。それと用意するのは懐中電灯、最低でも300から500ルーメンの明るさのもの。今回はソフィーンさんの商品で SP33V3 を利用します。こちらの商品は最大3500ルーメン、4段階の明るさ切り替え可能、月光、低、中、高、ターボで、普段使いから撮影、交換可能な大容量バッテリー付属で、災害時にも活躍してくれる頼もしいライトです。それでは撮影方法なのですが、暗い場所に行く、周囲に明かりや建物がありますと、そちらも一緒に写ってしまいますので、できれば何もない方が良いです。カメラの設定は一旦シャッタースピード15秒前後、絞り F8、 ISO 感度200、暗いとピントが合わないのでマニュアルでピントを合わせておきます。それで撮影、シャッターを押して車を光で塗るイメージで照らしていきます。こちら素早い動きが必要となります。この時の照らすポイントなのですが、車体と地面を意識してください。車体ばかりを照らしているとこのような感じに映ります。これも悪くないのですが、地面を意識することによってこのような写真になります。ライトアップされたような印象になりました。ちなみにこの撮影場所はあまり広くない場所で撮ったので、後ろのフェンスが映り込んでしまっているのと、あと車体に光の線が結構出てしまっているのですが、広い場所で撮影できればこのような完全に車だけが映っているような写真が出来上がります。あとカメラの方にライトが向きますと空中に光の線が出てくるので、カメラには向かないように気をつけましょう。一発で撮れるっていうことはまずないですので、撮ったら確認、撮ったら確認を繰り返してください。綺麗に撮れた時は感動が待っております。続いては今回利用した懐中電灯について改めてお話をしていきたいと思います。メーカーはソフィーンさん、型式が SP33V3、 最大3500ルーメンというかなり明るい商品となっております。ちなみにルーメンは明るさの単位で、最近の懐中電灯はほぼルーメン表記となっております。数字が大きければ大きいほど明るいです。ホームセンターさんや家電量販店さんに並んでいる商品はだいたい100から300ルーメン、たまに500ルーメンなどの商品も見かけますが、主に市販されている商品と比べて10倍近い明るさとなっております。ただ最大の明るさは明るすぎるなという時には、月光、低、中、高、ターボ、明るさを好みの明るさに変えることができますのでご安心ください。ちなみに今回の撮影では下から2番目の低を利用しましたが、夜の散歩やジョギングには中や高、最大の明るさが必要な時はターボモードという感じです。ちなみに付属の26650バッテリーで点灯時間としてはターボモードが1時間53分、高が2時間21分、中が9時間21分、低が26時間36分、月光31日間となります。私は撮影時や夜の近所への買い物の際に利用するので点灯時間はそれほど気にしませんが、アウトドアや停電の際にはこの点灯時間は頼もしい存在になってくれると思います。あとターボモードで使用していると
結構熱くなりますが、1時間つけっぱなしにしていても安定して発光していたので、温度制御もしくはボディで放熱がしっかりされていることが分かりました。とりあえずどのような懐中電灯を買ったらいいか分からない、まあ、でもとりあえず明るい商品が欲しいという方はおすすめの商品となっております。それでは本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただいた方って少ないかと思いますが、こちらですね、今回のライト、あとは撮影テクニックを利用することによって、綺麗な写真が撮れますし、もしくは防災やアウトドアなどに、こういったちょっと明るい懐中電灯が欲しいなという方には、大変おすすめな商品となっておりますので、今回の商品ですね、気になった方は動画の概要欄の方をぜひチェックしてみてください。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルでは基本的にはベルファイアやアルファーズに関する商品紹介および作業手順を紹介しております。最近ではさまざまな商品紹介も行っておりますので、こちらのチャンネル気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。次はあなたの番です。